玉川は山口県萩市を流れる二級河川。旧玉川町域の中心河川である。支流を含む水系全体の流域には隣接する阿武郡阿武町も含まれる。萩市と阿武町の境、白ス川とを隔てる三角点に源を発し、東に位置する犬鳴山との谷間を南流する。水源部は渓谷であるが、流れは緩やかであり。 奈良木川を合わせるとすぐに平坦な盆地へ出て東へ流れる。伊屋富集落を貫流して多くの支流を集めると次第に火山地形豊富な崖地へと進む。蛇行しながら機体と向きを変え、鈴の川、玄中川、大山田川などを合わせて流量を増やしていく。両岸は急な崖や下手段級が目立ち、侵食作用が強い。 丸山川を合わせると川口付近に入るがやはり両岸はお勝ちであり平野部がほとんどない。港大橋を越えると間もなく日本海へ注ぐ。本流はほぼ全区間が二級河川に指定されている。玉川水系の二級河川指定河川は本流を含めると15本ある。川口付近の川沿いにはゴルフ場、玉川キャンプ場や玉川温泉などの施設があり。 川釣り以外にも隣接する、瀬越海水浴場などでのアウトドア活動に定評がある。春先から晩秋にかけて、メジナ、キス、チヌ、コアジ、イワシ、ボラ、サヨリ、カレイなどが集まる。また中流部では、ホタルが有名であり、毎年6月から7月にかけて、新田添橋では、多くの人が観賞に集まる。支流の鈴の川流域では、6月中旬に、 鈴の川ホタル祭りも行われる。玉川流域は、阿武火山群の一つ、医療大山の古代における火山活動によって形成されたカルデラ構造にあり、玉川カルデラと呼ばれる。長径4キロメートル短径7キロメートルの楕円形の輪郭を持つ。流域には、火山体ならではの地形が随所に残っている。玉川カルデラの活動は、死神余から、 全新世にかけて始まっており、約3000万年前までの火山の噴火により、マグマだまりが落ち込んで形成された。その後、約200万年前から、さらなる和武火山群の噴火活動が始まり、約30万年前に、医療大山が噴火した。これにより大量の溶岩が、ヤト付近から、玉川の渓谷を下流へと流れて行き、上尾川。 中央側地区に形成されていたカルデラへと溜まっていった。玉川上流域は溶岩によって埋め立てられ平坦な盆地上地形と変貌した。形成時期の古さゆえに、このような医療大山噴火等によってカルデラ地形が原型を止めなくなったことから、コールドローンとして区別する向きもある。富士木、上田原付近では溶岩に玄武岩の中上設立。 そして河川敷に、吉光城の石畳が広がり、畳が、淵と呼ばれる名所となっている。また上尾川、田添地区では1991年の農道の開作中に表出した玄武岩の中条設理に、地元の中学生が、流林橋と命名し、新たな名所となった。玉川の中条設理と、水中地破採用岩として、山口県の天然記念物に指定されている。 河川改修中の玉川2013年7月28日、山陰地方西部で昭和58年7月豪雨を超える局地的な集中豪雨が発生し、流域では被雨量378ミ、mm、リメートル、最大時間雨量112ミ、mm、リメートルを観測した。堤防が決壊し、水田や宅地の冠水、道路橋の流出などの被害が出て、周辺の阿武川、 須佐川などとともに急を要する対策が求められた。だが、災害復旧助成のみでは、不十分とされたため、主流上流部の流下能力向上とともに、それに対応しうる、中下流部の抜本的な改修事業が決定された。対象は玉川及び玄中川、大江戸川の山下線約 16km にわたり、災害関連事業、広域河川改修事業等を組み合わせて実施する。 内容は、稼働拡幅、掘削や橋の架け替え、堤防、護岸の増強など、2013年度に着工され、全体の事業期間は2022年度までが、予定されている。上流より掲載、太島は二級河川川口付近、奥に、港大橋上流より掲載山口県の管理する、河川一覧釣り場田添いのホタル平成25年7月、山口、 島根豪雨災害現地調査結果報告書、原武岩中条設立、山口県議会会議録平成20年9月、定例会06号。ありがとうございます。